佐伯くん、ちょっと無視ってひどくない？佐伯くん、どこ行くのよ、もう。やれやれ、面倒な奴に目をつけられてしまったな。佐伯くん、おーい、よかったら私もついていこうかな。ひいややっべ、これやっべ、すごいいい匂い。クンカクンカン。離れる、変な病気が。やだやだ、守って。ふざけるな、切り刻むぞ。だよねー、悪女心とか分かんなそうだし。男子は水泳。スケベ。え、スケベ、スケベ。せっかくのお休みですし、無限のつながりの中で大人の階段を登ります。みゆき、ベビー用品を買いに行く。父親の自覚が生まれたんですね。ハッスルして可愛い赤ちゃん作っちゃいましょう。せい、仕方ないな。せいやにだったら今度こっそり生乳触らせて。あ、げめだぞ。じゃあ服着ろよ。強い女は美しい、真似てみるのだ。セクシーポーンズ。2点。貴様、点数さ。貴様など勇者ではない。私も一緒に行っていい？こんな奴に構っとれん、急ぐぞ。来いよ、逃げるぞ。何言ってんのよ、何なのよ、もういつも何考えてるんだ。いいから言うことを聞け。ジーク、ジーク。かわした、こういうをかわしたぞ。ナギさんが探してたのこいつじゃねえのか。おう、てめえの殺意をな。わ、私も投げられるのね。いいわ、できたらお姫様だ。間一髪だったわね。トレーニングの邪魔だ、出て行け。また筋トレ。今くら、あのアホが。うあ、姉貴、また勝手に忍び込みやがって。ずるいです。私も甘く厳しいお叱りを受ける権利があります、母として。あー、太郎ちゃん、いけずだよ。明日も添い寝プリーズ。なーに、君興奮してるの？触りたい、君がしたいこと全部って言ったらどうする？何を。冗談でも、そういうことを気のない相手に言うんじゃねえよ。